はい、皆さんこんにちは、チェでございます。ゆるたくしめた2ね、こちらのあれをしましょう。実況に久しぶりですね、実況ね。本当私もこのゲームするのも久しぶりですわ。こっから確か前回ついたのここだよね。で、どんなのがあるの。うわ、遠いな、これ。うぅ、めっちゃ遠い。ファンがガンガン回ってきちゃいましたよ。あ、近いのでこれなのか。ひょえ、もうちょっと近いのないかい。で、まあ、行ってないね、ここ。ここ行ってないから、ここ行こうか。さあ、久しぶりタワー乗るの。よいしょ。あ、ちょっとごめんなさい。私、いつものセッティング出してないかな。あら？あ、いやいや、大丈夫だね。よくしょ。ん？ここはこうかな。おお、左に組まれたんだね。よくちょっとわかんないですけど。わかんないちょっとダメか。さあ。おお、右にもいたんだ。よく当たんなかったね。昔あれで当てたことありますからね、私ね。あれで当てたことありますね。本当に。よいしょ。さあ、これ U ターンしなさいと。あ、夜だね。電気つけて、左見て、右見て。ああ、このゲームだったら、ゲームだったらいいね、右も左もいいのね。これリアルだったらもう、めまい起こしてましたね、今のね。あ、でもなんかちょっとね、こう見たときにね、ちょっとクラッと若干ね、もう、ですからね、フォールアウト4でも、酔うっていうのは私の問題かもしれないですね。ただネットで調べる限り、フォールアウト4で酔いっていう、3D 酔いとかで調べると、すんごいヒットするんですよね。これは行っちゃっていいのかい？行っちゃっていいんだね。で、こう左曲がるのね。おお。で、左。はい、大丈夫ね。ガスは、ああ、まだ大丈夫だね。3名森を超えたあたりぐらいまであるんで。ちょっとごめんなさい。あ、いいじゃん。一瞬の音が小さすぎねーと思ってるんですけど、ちょっとガス入れていきましょうか。安かったらね、入れていきましょう。お、高い。高いわ、1.5 ユーロ。すごい高いね。いけますね、と。で、あら、ここ速度制限ないの？あり？ちょっと待ってね。速度制限何も出てないね。あ、はてなになった。違うか。おお、いつの間にかお金も36万ユーロになってるし。ちょっと待って、速度制限これいくらなんだ。まさかのアウトバーンかい、ここは。アウトバーンってドイツだったような気がするんですけど、違ったかな。あ、違ったかもしれないね。これ、ないの速度制限。本当かい？で、まっすぐだね。で、どんつきのところに入る。あ、どんつきじゃないか。あ、これか。よいしょ。ちょっとお前ね。はい、と仕事の内容は、うわあ、もうね、夏真っ盛りですね。夏真っ盛りって言ったら変ですけど、まだ中ですけどね。もうとにかく PC のファンがいつもよりもう前よりもあるね。ちょっと待ってね、まさか、あ、あんなとこにあるわ。ちょっとここはミラー出しておきましょうか。あ、そうだ、今日ね、ボルボのね、トレーラーヘッド見ました、通勤中にね。まあ、今まで見たね、スカニアのトラックとかみたいに綺麗じゃなかったですけど、やっぱボルボのトラックはあれですね、日本のトラックに比べて、あ、まあ、ヨーロッパのトラックだろうね、言うなれば、後ろの、なんだろう、レストスペースっていうのかな。あれが、やっぱ長いね、本当に。まあ、アメリカのトラックはね、もうレストスペースというか、レストルームだけどね。ボンネットのあるやつはね。
結構ラフにつながっていきますよね。で、何このタイヤ上げて乗せ上げると、重い貨物用にしちゃうと。で、これを左に曲がってと、お、久しぶりですんで、なんかすごい変な感じ。これが行ったらいけますね。さあ、よいしょっすと。で、まっすぐでいいんだね。いやー、もうね、三国志と、ドラクエ以外のね、ゲームをするのがもう久しぶりです。本当ね、ちょっとね、時間ないんですけど、時間ないんですけどね、なんかもうやらずに俺入れなかったっていうかね、もうちょっとね、あ、これ曲がっているんだね。もうね、もう仕事がね、もうお尻引っついてんでね、もう何してんだって言われそうですけどね。もうそうだね、まあ、この後やりますけどね、この後やるんですけどね。あ、スピードメーター出てきたね。やっぱりあそこは速度制限ないとこなの？法定速度ってわけでもないよね。まさかあそこだけ制限速度なしなのかな。ガスンガスン抜かれていきますよね。まあまあガスンガスンでも1台だけやるよね。さあ、ほら80キロなのに遅いね。あと、あ、危ない危ない。あと何キロ？え、665キロもあんの？ありゃ？私、そんなあるコース選んじゃったかい？道間違えたとかないかい？ちょっと待ってね。まだこんな序盤で間違えるわけないわね。ああ、そうかそうかそうか。途中、海峡渡るからだね。これだね。だから、距離あるようにいいんだね。乗り口、フェリーか何かの乗り口までは、多分400キロないんじゃないですか。もうね、これね、トラックの走ってる音なのかね、エンジン音なのかね、パソコンのファンの音なのかが分かんなくなってます。イヤホンしながら聞いてますけど、おそらくこれね、収録入った方ではね、ファンの音がかなりでかくね、聞こえてると思うんで申し訳ないですね。本当にこれでもね、エアコン入れてんですけどね、エアコン入れてんですけど、体感とやっぱり実際の温度って違うんでしょうね。あら、前のトラック80キロなんだけど、あ、トラックじゃないね、前の車だね。あら、追いついてきちゃって、ああ、トラップだ。ああ、それじゃない。あ、どこ、何、ウインカー、ウインカー、ああ、そうそうそう、ちょっとパニックになっちゃった。え、70でも追いついちゃうよ。ちょっとね、お飲み物をね、おにょみもなんて言いかけちゃったけど、これ、すごい詰まるわ。なんだいこれ。抜かすとき抜かしといて、今度はあれかい？道塞ぐのかい？仕方ないわね。もう抜いちゃいましょうか。これ、オレンジだけど、破線だから行っていいのかな？行きますよ。こんなトンネルの中でね、なかなか。あれですけど、いや、もうスピード上げちゃうと思う。そうしないと対向機がやばいもんね。よし、いけたね。あ、ちゃんとな、あ、私落としすぎたんだね、スピードね。いやー、もう梅雨もね、本当今年の梅雨は梅雨らしい梅雨ですね。ちゃんと雨降ってるし、天気悪いわ。なんかここのとこね、空梅雨だったりと、こんなにしとしと雨が降った梅雨って久しぶりのような気がするんですけど、去年どうだったかな。あ、でも本当に久しぶりのような気がしますね。じゃあ何、ここのとこずっと空梅雨だったのって言われると、どうだったかなって思っちゃうんですけどね。まあ覚えてないっていうのがあるんですけど、ただ、なんか雨が、そうそう、雨がね、しつこくまとまって降るっていうのはすごく久しぶりのような気がしますね、私は。さりげなくスピードが80キロ変わってますね。まあ私ね、喋りながらね、やるとね、ほんと道をね、間違えまくるみたいですね。ほんとね、前々回でパールでしたっけ？
前も言いましたけどね、私は1回しか間違えてないと思ってるんですけど、3回間違えたんだね。っていう、あ、これは ETC だな。あら？あ、でも ETC 側切ってないんだけど。え、速度違反が高い？これ超えちゃうとどうなっちゃうんだい？オートパス。ちゃんと払ってくれる。あ、なんだ、ETC 積んでんじゃない。そうなのね。なんだ、これからオートパス行っちゃうと思うんだけどね、入るとき速度違反でね、また罰金取られちゃうんだよね。何のマークこれは。あ、速度制限？わかりやすい。あれいいね。あの速度制限はすごいわかりやすいね。60キロだよね、ここね。なんかね、知らぬ間に、ワールドカップあるんですか？ 私全然何？テレビ見ないもんですからね。なんかワールドカップロシアなんですか？もうね、エンタメとスポーツが全然分かってないんですよね。阪神タイガースのスコアラが捕まったのは知ってるんですけどね。すごい苦しいこと言ってましたね、そういやね。後ろに女性がいたから写真を撮ろうとしたら、スカートがまくれたかなんか。いやいや、女性が後ろにいて無断で撮ったらダメだろっていうのもあるんですけど、もう言うしかないんだろうね。本当に。もうなんか、極限状態なのかもしれないですね。黙ってても、もう結局黙ってても仕方がないんで、じゃあ何を言おうか、言い訳しか言えないよねと。言い訳しか言えないんだったら、なんか言おうかというので出てきたような感じなんでしょうかね。まあまあ言わなかったとしても、おそらく罪は変わんないでしょうからね。ああ、あんなこと言ってらっていう、もうどっちにしろ社会的制裁を受けるでしょうから、例えば不起訴になったからといって、もうスコアラクビになるでしょう、多分。元選手で、コーチもやってたんですか？なんかニュースで見る限りはそんな感じで。また速度を上がって下がったりしんね、これね、制限速度が。ああ、ほんと、ゆとりがあったんだろうね。ほんと、ゆとりが、変にゆとりがあっちゃうとね、ろくなことしませんからね、人って。ああ、怖い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 。私もね、変にね、ゆとりなんかできて、車なんか乗っちゃったもんだから、新車なんか乗っちゃったもんだからね、ぶつけちゃったりするんですよね、ほんと。あ、そう、ほんでね、あら？ごめんなさい、今、LINE 入っちゃった。ごめんなさいね、消して、おお、やっぱりね、車運転しながらスマホ触っちゃダメですよ、俺。これダメですね、逆走しちゃいますね。何の話しようとしたっけ？今のでみんな吹っ飛んじゃった。あ、そうそう、ゆとりね。ゆとりがあるとっていう、話してたんですけどね。そっからどうすんだい？あ、もう一回ガソリン見ていきましょうか。600キロ回ると、あ、21時間許してくれるんだよね。あ、高い。高いなぁ。もうしばらく我慢しましょうか。まあ、ケチくさいこと言ってますけどね。そういえば、ガソリンで思い出しましたけど、ガソリン代が少し安くなったんですか？少し安くなるんですか？これからね。安くなる見込みなんですよね。原油価格が下がったということで。久しぶりに下がったというような感じになってますけどね。いやもうね。ガソリンね、前、あ、そうだ、だもんでね、ガソリンが今140円後半ぐらいなのかな、大阪では。少し前にね、何？私もね、今回のようにね、もうなんか、もう焼き回っちゃってね、もう仕事ほったらかしてね、星撮りに行ったのね、星を写真で撮りに行ったのね。 練習がてらにね、近くの山に行ってきまして。いやー、全然綺麗に撮れなかったね。夜景は綺麗に撮れるんですけどね。星も撮れるんですけどね。やっぱり、天の川っていうのは、やっぱ出てる出てないっていうのがあるんでね。まあ、そこはね、スマホアプリを使いながらいろいろ駆使してみたんですけどね。まあちょっと今の季節あれなんですかね。季節によるのかもわかんないですけど、水平線っていうか、
かなり南の方に、南というかね、下の方に出ちゃうんですかね。これって登り高なのかな。スピード全然出ないけどね。でね、まあ、大阪でね、市議さんっていうところがあるんですけど、大阪とか、まあ、生駒かな、生駒っていうか、まあ、生駒山地の中にかな、そこのね、方まで行ってきて、まあ、そこだったら結構近場でね、市内からもそんなに時間かからないので、ペタッと行ってきたらね、もうなんかね、フラワーロードっていうところがあるんですけど、まあ、広域農道なんですね。農道っていうにはびっくりするぐらい綺麗に整地されてるんですけど、まあ、なんでしょう、あのね、夜中、真っ暗の中、一人で行ったんでね、まあ大変でした。でね、Google 先生にね、Google 先生のナビを使って帰ろうとしたんですけど、やっぱこの Google 先生ってすごいナビですよね。すごいというか、あのね、どう考えても、K でも曲がれないような鋭角の道を選択されましたね。で、曲がれないじゃないと。で、こんなとこ行けっていうのって諦めてね、諦めて U ターンして、まあ、U ターンもかなり大変なとこだったんで、まあ、U ターンして行ったんですけど、これがね、まあ、別の道からね、アプローチしたんですよ。別の道から入れるように。アプローチがとんでもなくね、登山道でした。あのね、登山道っていうか遊歩道って書いてました。あら、グーグル先生、遊歩道走らすのかいってね。しかもなんかもう、地道、地道でしたね。とんでもなかったので、もうほんと国道を目指してね、もう青看板見ながら、Google マップでナビゲーションはせずに、Google マップを見ながら国道に出て帰ってきましたね。いやー、もう Google 先生半端じゃないね。なかなかすごい、すごいですわ。もう夜中一人で行ってるもんですからね、ほんと転げ落ちるかと思いましたね。いや、夜中にね、夜中に知らない道は行かない方がいいですね。ついつい K だから行けるかなと思ったんですけどね。まあ、あとちょっとね、私の持っていたカメラがね、実はまあ私もね、にわかでよく分かってないものなんですけどね、天の川を撮りたかったらっていうのでね、写真に撮るためには、デジタル一眼レフでもいいんでって書いてたんで、うちの嫁はんがね、神さんがのデジタル一眼レフ、子供撮るためにデジタル一眼レフ買ってたんですよね、10年ぐらい前に。でね、ちょっとスペックを見ると、そのデジタル一眼レフの絞りというか露出の設定ですかね、ちょっとあんまり私カメラのこと分かってないんで、ISO 感度を3200にして、で、私のね、持ってたカメラは1600しかまでじゃないんですね、ISO 感度が設定できないんですよ。まあまあ、それはいいかと。で、F 値っていうのがあるんですか、まあよく分かんないですけど、でそれはね、3.5 に設定しなさいよと。でそれを 3.5 あったんですけどね。で、あとね、そのホームページがね、言うにはね、なんか前のパトカーあると、走りにくいな。なんだっけ、シャッター速度を30秒にしなさいって書いてるんですよね。あと、シャッターの空いてる時間が30秒開いっぱなしの、あれにしようってことなのかな、よくわかんないんですけど。で、そこがうちのカメラはね、2秒しかなかったので、こんなんで撮れるのかなと思って撮りに行ったら、まあ案の定。ただね、案の定撮れなかったんですけど、ただ夜空は結構明るく、夜中の雲まで撮れましたね。ひょっとするとこれでも行けるのかなとか思いながら。で、あと、あれですね、じゃあどうすんの、このカメラってダメだったらどうすんのと思って、いろいろまさぐってたら、なんか iPhone のカメラでもひょっとしたらできるかもしれないねっていう。まあ前回というか前にね、高野山に行った時は iPhone のカメラで撮ったら点しか映らなかったっていう大失敗した経緯があるんですけど、そういう経緯があったんですけどね。まあちょっとで iPhone のね、カメラアプリをね、ダウンロードし、カメラアプリをね、 iPhone のカメラがね、
iOS の9とか10ぐらいからかな。なんかね、iPhone のカメラ、iPhone のカメラってあの、何でしょうかね、そのデベロッパーというかソフト会社に対して公開されてなかったんですよね、あんまりね。私もいっぺんその iOS 9ぐらいの時かな、アップカメラアプリを作ったんですけど、その時もそういうこと考えてなかったので、ただ単に写真だけ撮れりゃいいわって思ったので、そういうこと気にしなかったんですけど、なんかそういうのはね、結構能力スペックで設定をね結構いじるくれるよっていうのがなってたんで、ああでちょっとねダウンロードしたねアプリがね、あんまり細かく、まあそれはね、アムロバトル専用のカメラアプリなんかまあないからねなかったんでね、でそういう設定ができなくて、で今度もし調べてそういうのが合致してたら、ちょっとねちょっといじっちゃうかなとか思っちゃったりしてるんですけどね。まあそれもこれもね、7月入ってからでしょうね。もう6月は厳しいな、もうほんと厳しいね、ほんと6月は厳しいですね。いやまあね、じゃあ何かい、5月4月はサボらなかったのかいって言ったら、サボってはないんですけども、気合は入ってなかったですね。サボってはなかったんですけどね、家帰ってまでは仕事そうそうしてなかったですね。 あとね、別のね自分でちょっとやりたいプロジェクトがあったんで、それをね重点的にやってたっていうね。まあ今はもうそれすらできないぐらいにね、ちょっとお尻に火がついちゃってましたね。なかなかな状態なんですけど、なんかあれだね、このスカンディナビア半島走りにくいね、山、この制限速度と道が合ってないね。ついつい制限速度が80って出てるんで、80出したいんですけど、これ出さない方がいいよね。どう考えても出さない方がいいよね。下りとかだったらコーナーきついもんね。あ、要は朝が。これ、しらけてきちゃったっていうのかな？しらけてきちゃった。夜がしらけてきちゃった、まあ、夜が明けてきちゃったでいいかな。さてと、ああこれもちょっと顔きついもんね。ああでも今日のボルボのねトレーラーはね、なんかもうある種きっちゃなかったんですけど、あれでしたね、男前の感じしましたね。やっぱそのなんでしょうかね、ピカピカなのもいいんですけど、汚れてんのもね、仕事してます、そういう感じがしていいのかもしれないですね。いやまあ今日もいいの見れますよね。このユーロトラックシミュレーターであったトラックでしたよ。うわ赤だ。どのタイプか全然わかりませんけどね。あでも後でディーラー行って見てもいいんですけどね。あこれだったよってこんな感じだったよっていうね。あじゃあちょっと。今日ねちょっと帰りにねおにぎり買いに行ったんですけど、スーパーにまでねおにぎり買いに行ったらねビール買っちゃった。もう仕事しないといけないもんね、本当に。まあこれ終わったらガンガンやりますよと。もうね頭使うとこはねちょっと終わってるんで、今のところはね今日やる部分はね、あとはパワー作業なんで、まあですからねちょっと頭使うとこじゃないんで、お酒入れちゃおうかなと思って今入れちゃったんですけどね。これ頭使うとどうも避けれてもアウトですからね。もう頭回んないってなっちゃうんでね。で、これはまだ、おこっちにも球場があるんだね。休憩所と。あら、なんかすごく魅力がある。ちょっと寄っちゃいましょうね。ちょっとなんだこれ。専用だけで抜けるとこがあるんだね。なんかね、これ重量があるからかな、ブレーキが全然効かないの。18トン、カッテージチーズ18トンね。そんなに18トンだったらそんな重い気しないんですけどね。出てきた出てきた。さあ入りましょう。こんなとこ車入ってこないわね。ちょっと U ターンしたいんで、こっちから大回りの方で入ってみましょう。穴場だったりしね、ここね。高いわでも入れちゃおうか。お車走ってきたね。入れちゃいましょう。
少しだけね。200リッターぐらいにしときましょうか。はいっと。でもあれだね、道走ったことにするためにはこっちから行かないとダメなんだね。行けてる？ なんかもう当てずっぽで走ってるけどね。 大丈夫だね。で、これをちょっと直進して、で、左にうねります。で、こんなコーナーなんか80キロじゃ曲がれないよ、これ。うちのトラックだったらね。ああ、そうだ、もうね、もう木曜日なんですよ、実は。私の中では火曜日ぐらいでいいんだけどって思うんですけどね。もう木曜日でね。木曜日といえば、あれですね。あと2日でまたライブが来ますね。次ライブどうしようかなと思ってるんですけど、ドラクエがあんな状態なんですけど、まあ、前回ね、三国志ね、やりまして、いろいろ教えていただきありがとうございますね。でね、どうしようかなというところで、三国志は三国志で面白かったんですけどね。ただ三国志、曹操さん、めっちゃ忙しいんでね、もう、何かね、その場面が変わると、もう私が何話してたか分かんなくなっちゃうんですよね。いやはや、いやはやと。でね、どうしたもんなのかなと思って、またドラクエに帰った方がいいのかもしれないね。ほんと三国志面白かったんですけどね。面白かったんですけど忙しかった。 土曜日ドラクエにし、日曜日三国志もいいんですけど。 いいんですけどね、ほんとね。あと残ってる本、不定期枠がね、全然ね、こんな状態なもんですから。あとね、ごめんなさいね。あと何キロ？あ、あと295キロ。もうそんなに縮まっちゃったかい？やっぱり。そんな縮まっちゃったかい？もう200キロも走ったかい？もうね、何でしょう。久しぶりすぎてね、天気もね、まともに触れてさ、触れない。触れてないですね。これ一方通行でよかったのかな。操作がね、ちょっと馴染んでないですね。久しぶりすぎなんでしょうかね。で、こうだったかな。あ、こうだね。ああ、やっとハイウェイに入った。ハイウェイに入ったらね、もう、おっと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 、一通りね、バークだねってなっちゃうんで。あ、こっちにもあるんだけど、あ、これハイウェイじゃないわ。ハイウェイっぽかっただけだね、ランプウェイがね。あ、前にトラックがいるからちょっと遅いんだよね、これね。さてさてと。あらら、まだスピード出てきてたね。先頭はバスなのかな？バスですね、あれ多分。よいしょ。そういやね、やっぱ梅雨って言ってましたんで、梅雨だと思うんでね、なかなかね、走ることできなかったんですけど、昨日はね、いい天気になったんでね。もう走っちゃいましたね。もうこの季節が汗すごいんですよね。汗ダクダクでね、思わずジムショついてね、タオルを出して、タオルをね、水で洗って、水でね、浸してね、もう全身乾布摩擦しちゃいましたね。もうね、それするとすっごい気持ちいいね。とね、うちのオフィス、風呂欲しいな。風呂とかシャワーが欲しいんですよね。
ね、そういう意味じゃね、事務所ってワンルームマンションみたいなところでいいのかもしれないね。私もね、本当、正直事務所が欲しいんですよね。いや、開業、先に開業しなさいよっていうところなんですけど、本当ね、事務所が欲しいんですよね。家で仕事してもいいんですけどね、やっぱり家で仕事ってなるとね、悪かないんですけどね。通勤をするって何かあった方がいいっていうのがね、私、これで家でずっと仕事しちゃうとね、事務所に行くことがなくなっちゃうと、もう本当に運動不足、甚だしくなっちゃうんで、それはちょっと避けるべきかなってね、本当に運動しませんからね。で、そういう意味じゃね、事務所がちょっと近所にあったらいいんじゃ。うわ、また ETC かよ、これ。あ、寝ちゃったよ。あ、いいですね。あの一般車は ETC なかったんだね。だけども、遅いと。50キロだもんね。あ、いい天気だ。本当、今の日本とは大違いな天気だね。まあ、あれだね、雨もしとしと降ってくれるんでしたらいいよね。いつ、最近の多いね、ゲリラ豪雨みたいにドッカン降っちゃうと、また水害ね、もう水害多すぎますもんね。去年はなかったのかな、でも一昨年3年ぐらい前はあったでしょう。木野川が氾濫しちゃうって、あれは3年ぐらい前かな、もう3年ぐらい前になっちゃうかな。ですんでね、ドカーンって言っちゃうとね、まあ、最近ちょっと天気おかしいんですからね、ドカーンと行きがちなんですけどね。まあまあ、しとしと降る分で、降る分でね、まああんまり降らないと水不足になっちゃいますしね。あららららら、なんだいなんだい。あ、ロータリーなのか。安全運転だね、この前のトラックもね。あ、すごい、スカニアのコンテナがあるんだね。よいしょ。で、私はまっすぐだね。ちょ、左にウインカーつけないとダメなんだね。で、あと何キロ？あと200キロね。ちょっと待ってね、と。このトラックちょっと抜かさせてもらいたいな。あ、転線になったね。これは抜けんじゃない？ちょっと抜かさせていただきましょうか。しばらく緩やかな直線だもんね。あ、これは抜けそうだね。あ、いや、ダメかな。加速してみますけど、ダメかな。なことないかな。危ない。いやいや、もう私が悪いんだけどね。危なかった。いや、ちょっと変な汗出ちゃった、今。シミュレーターでもリアルだから当たるときってびっくりするよね。くしゃ。で、このままちょっと速度速いかな。よいしょと。あ、湖かな。見てね。綺麗だね。あ、左手もだわ。楽だね、本当ね。あ、楽だね、本当。オートクルーズって一時ミッションやってましたけどね。キーボードのミッションね、マウスとキーボードでミッションやってましたけど、あんなものもうしてたら実況になんないね。もう面白かったけど、あれはあれで面白かったんですけどね。
か全然走った記憶がないとこばっかだから新鮮じゃ新鮮だよね。まあでもね、私ね、車の運転ダメになったかもわかんない。もうね、車を運転してると落ち着かないよ、落ち着かなくなりますよ。うわー、寝遅い、落ち着いてねっていう感じ、リラックスしまくってねっていう感じが、せいでもないような、うっそ。何本持ってかれんだ？すごくドキドキするようになっちゃいました、運転中に。落ち着かなくなっちゃいましたね。この前のぶつけた時のトラウマなのかもしれないね。もう前もね、ちょっとかみさんが運転してるね、横で助手席に乗ってたんですけど、全然落ち着かないのね。もう対向車来るんじゃ、まあセンターラインがないとこ走ったんですけど、対向車来るんじゃないのかってね、助手席乗ってるんですけど、全然落ち着かなくてね、もう、本当、車、免許返上した方がいいのかもしれないね。昔ほど車楽しく運転できないようになったなーっていうのがちょっとね、まあ、このゲームはね、それゲームなんでね、そういう、ぶつけても大丈夫っていうのがあるんでね、まだいいんですけど、やればかもしれないね。もうなんかむちゃくちゃ眠くなってんですけど、でもこっからフェリー乗るからね、ちょっと休憩入りますから、真っ赤っかじゃないでしょ、真っ赤っかじゃないんでね。ああ、フェリーがいるね。あ、でもこれ久しぶりなんじゃない、まともに終わるの。まだ終わってないんですけどね、もう今のね、もうフラグですね。で、あそこまで行ったらいいんだね。で、これを左？いや、奥までだね。これじゃないね。ここだね。ポラリスライン。ポラリスライン。あ、もうここから一歩通行なのかな。一歩通行だね。すごい回るね。あ、こんな感じね。で、あそこに入れなさいと。これでちょっと疲れも取れるでしょう。入った。びっくりしかないね。入った。はい、着きましたよと。お、後ろ何かあるのかな？あ、フェリーが、あ、見えないんだよね。後ろは見えないんだよね。フェリー右後ろにあるみたいなんで。あ、ミラーで見たら、あ、見えないわ。フェリーないのかもわかんないね。で、これ左かなと。あ、もう港なんだね。こりゃいいや。ここ右側通行でいいんだよね。イギリスだけどね、左側ね。これ左から来ないから見る必要ないんだよね。で、ここだと。ああ、あそこのライン、今ラインが見えたね。あそこに入れないよっていうことだね。よいしょ。おお。あ、ちょっとこの回り方まずかったかな。あんま意味のない回転だったね。で、ロックと。ミラーをして。うわ、久しぶりだ。こうだったかな。あ、なんとなくいけてんね。あ、でもこれ通り過ぎちゃったね。ダメなやつだね、これね。で、ちょ、戻しながら。そうだね。で、ちょっと前に出しましょうか。
な感じかな。こんな感じっぽいよね。ああ、いい感じ、いい感じ。いい感じだね。お、もういいかい？あ、もういいんだね。はい、お疲れ様でした。はい、1万9000ユーロね。おお、レベル33。まあ、エリートはエリートなんですけど、レベル33になりましたね。でね、おお、何あげるの？あ、あげるとまだあるね。早いエコドライブにします。ジャストインタイムあんま好きじゃないんでね。この後にしましょう。でね、トラックディーラー。あら？ボルボ。あら？あ、これだね。オンラインで。あら？ボルボ選びなさいよと。とりあえず言いますね、オンライン。でね、私が見たのはね、ああ、多分ね、この手のやつかな？いや、違うわ、これだわ。このやつです。この斜めにね、ボルボって、このスライダー斜めに入ってて、そうですね。いや、こんなんじゃなかった。このタイプだね。スリーパーっていうの、シャーシは？シャーシじゃない、ね、シリーズ。クラシック。これ、あ、一緒か、これ。一緒なんだね。あ、そうだね。この FH16 クラシックっていうのと多分一緒ですわ。あ、これみんな一緒か。これだけ違うんだね。FH っていうタイプだね。あ、ではなくて、多分これですわ。このタイプのやつでしたね。というわけでね、じゃあ、コメントを置いておきましょうか。シューベーター終わっておきます。どうもありがとうございました。